このレッスンではカメラローでのホワイトバランスの調整の必要性と調整方法について解説をします。本来の見た目とは異なる色を正すのはもちろん、あえて自分の思い描く色にアレンジする手段として利用します。禁煙フィルム自体は撮影時の一発勝負で決める必要があり、光源の色は 非常にシビアに判断する必要がありました。屋内、晴天、鈍天、雨天などでフィルターを変える必要があったほどです。それに比べて昨今のデジタルカメラのホワイトバランスは、陰影フィルム時代ほどシビアに語られることがなくなり、オートモードで撮影していれば、ホワイトバランスが大きく崩れることはほとんどなくなりました。 とはいえ、現代のデジタルカメラでも完璧なホワイトバランスで撮影できるわけではありません。そのような時には、Adobe Camera r a w のホワイトバランスのプリセットで手軽に調整します。この2枚の写真はどちらも同じ場所で撮影したものです。同じ時間、同じ光源で撮影しているにもかかわらず、 2枚の画像ではホワイトバランスが異なって撮影されています。またこの2枚の画像は別のデジタルカメラで撮影しています。それぞれのデジタルカメラが最適と判断したホワイトバランスでの撮影です。実際ここでは強い暖色系の照明が使われていて肉眼では白色が黄色に見える状況でした。 ですから全体が黄色っぽくなっている画像が見た目に近いはずですが、被写体そのものの色、本来のお皿の色は白色なので白くなっているものが正しく補正された本来の色ということになります。どちらの色も正しいと言えるわけで、あとはどちらの色を採用して 自分の理想の色に調整するということです。ホワイトバランスの変更は、基本補正のホワイトバランスのプルダウンメニューから選択します。これらは照明や太陽光の状況など、光源に合わせて色味を正す色の補正の機能です。初期状態では撮影時の設定となっていますので、 この中からホワイトバランスを変えます。黄色い室内の明かりで黄色っぽくなってしまった被写体を本来の色に戻したいときには、タングステン、白熱灯にすると黄色みが取れます。もっと黄色を取り除きたいときや色を変えたいときなどは、直接色温度や色かぶり、補正のスライダーを 移動させて目的の色に近づけます。今回の画像では、色温度を2750に、色かぶり補正をマイナス5にすることで、より自然な色に近づきました。また、Adobe Camera w のホワイトバランスでは、対象光源を変えることで、画像のイメージを大きく変えることもできます。 この写真は、ドンテンの夕暮れ時のスナップです。元の画像は、ドンテンを意識したホワイトバランスで撮影されてしまい、夕暮れ時特有の黄色みや赤みが補正された状態で撮影されてしまいました。これでもいいのですが、ホワイトバランスをドンテンに変えてみると、やや強調されてはいるものの、夕暮れのイメージに 近い画像になりました。ちなみに、この画像に対して、タングステン、白熱等を適用させると、真っ青な画像へとイメージが大きく変わります。これはこれで新たなイメージになります。このようにデジタルカメラのホワイトバランスは、デジタルカメラによっても撮影結果が異なりますし、 また補正をする場合でもリアルなイメージにも補正できます。またそれとは別に大きくイメージを変えることもできます。撮影結果の色味が満足できない時やまたちょっとしたアレンジをしてみたい時などはホワイトバランスを変えてイメージの変化を楽しんでみましょう。以上ホワイトバランスの調整の必要性と調整方法についてでした。